上越新幹線が開業してから今日で丸40年です。そこでこの上越新幹線についてシリーズでお伝えします。今日は暮らしを支えてきた高速鉄道の過去と未来を見つめます。その鉄道は憧れの都会とつないでくれました。四季折々の景色を楽しませてくれました。人生の節目にはいつも上越新幹線がありました。開業から今日で丸40年。公開です。ありがとうございます。上越新幹線40周年になります。1982年、新潟大宮間で開業した上越新幹線。その乗り心地に当時の人たちは驚きました。ここで一つちょっとした実験をやってみます。ご覧のように倒れません。乗り心地が証明されました。3年後の1985年には東京の上野まで延伸。特急でおよそ4時間かかっていた首都圏までの時間は上越新幹線の開通により半分以下に。太平洋側と日本海側を結ぶ新幹線の誕生で新潟の人々の暮らしは大きく変わりました。平成の初めにはバブルが到来。湯沢町などには新幹線に乗り多くのスキー客が訪れました。2002年の日韓ワールドカップでは開催地の一つ新潟市に海外のサポーターが集結。新幹線のホームも熱狂に包まれました。時代とともに車体も様変わりしています。白地に緑のラインを施した200系から始まり、去年惜しまれながら引退した2階建てのマックス、走る美術館とも呼ばれた厳美新幹線など、この40年の間に7つの車種が登場してきました。新潟の街を支えてきた上越新幹線、その経済効果について長岡大学の小家康政教授は次のように話します。沿線の例えば湯沢、浦佐、長岡、燕三条、新潟について言えば他の地域よりも、人口減少の割合は低いんですよね。浦佐に至っても、減りが少なかったんですよね。停車駅の一つ浦佐駅がある旧大和町。新幹線が開業した1982年には国際大学が設置されました。1980年から2000年までの20年間で町の人口は1000人ほど増加しています。上越新幹線の恩恵を受けてきた沿線地域、一方2015年には北陸新幹線の長野金沢間が開業。地域間の競争が激しくなりました。小家教授は上越新幹線沿線の魅力をどう磨いていくかが今後の課題と指摘します。残念なことに湯沢を除いては観光地じゃないんですよね、どこも。だから新幹線で来てそこからまた次の観光地まで行かなきゃいけない。ビジネス的な需要しか見込めない。途中で楽しめないですよね、トンネルばっかり。高崎越えるともうずっと長岡行くまでトンネルじゃないですか、実は。新幹線の中でなんか楽しめるようなものも工夫すると良かったのかなっていう感じがします。新潟の魅力をどう伝えていくのか。いい7系ですね。いい7系です。早い。こちらの男性、関東などで駅員として働いていましたが、
おととし新潟に U ターン。現在はガタ鉄のハンドルネームで鉄道の魅力を広める活動をしています。四季によって新潟って景色が違うじゃないですか。で、越後湯沢とか浦佐の方だと雪景色ですし、で新潟に来るにつれて雪の状況とかも減ってきて、その新潟県って長いなというのも感じますし、季節の移り変わりも感じるのが上越新幹線の魅力かなと思います。今月12日、ガタ鉄さんはあるイベントに招かれていました。ガタ鉄さんからご入場いただきたいと思います。上越新幹線の開業40周年を祝う記念セレモニーです。トークショーの相手は鉄道芸人として知られる吉川さん。高崎すぎるとやっぱりトンネルに突入するじゃないですか。そうですね、もうしばらくずっとそうですよね。これが上越新幹線は、最初に街が見えて、でトンネルが長いんですよね。長いんです、本当多線にはないと思うんですけど、それが上越新幹線だけですよね、やっぱり。これがですね、でも細かく見ていくと、トンネルとトンネルの間、これスノーシェルターがありますよね。あります、はい。高崎さん、なんかあれ一瞬光が見えたなと思って、そこ車で通ったことがあるんですよ、上で、はい、あ、やっぱあそこだなと思いました。そうなんですね。ふるさとの美しさをもっと多くの人に知ってほしい、そんな思いで活動を続けています。越後湯沢から新潟しかたったのその距離しかないんですけど、その間には本当にぎゅーっと新潟が詰まってるんですよ。それを地道にちょっと発信していきたいなと思っています。この日はあの車体も復活しました。開業当時の200系を思わせる懐かしの朝日号です。懐かしい、私が初めて乗った新幹線のカラーになってたので、とても感慨深かったです。これからも末永く沿線の方に愛される路線であってほしいなと思います。列車の1号車には抽選で選ばれた2人の男の子が招待されました。お二人はもう大きくなったら新幹線の運転手さんになるって公言してるぐらい、もうとっても大好きになりました。どこが好き？全部。発車。上越新幹線は来年春、最高速度を時速275キロに引き上げ、新潟東京間をこれまでよりおよそ7分早く走ります。やはり新幹線というのはですね、さまざまな方のですね、さまざまな夢を乗せて走ってきたと、我々としてもですね、改めて噛み締めながらですね、これからも運行を続けていきたいなというふうに思っています。県民の重要な交通として活躍してきた上越新幹線、雨の日も雪の日も走り続けてきました。そしてこれからも。